はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回もですね、メインストーリー5章美貌の圧政者の実況の続きやっていこうかなと思います。最近ね、5章ゾーンに入っております、私実況ま、投稿がいつになるかは分かんないですけれども、収録めちゃくちゃ5章しておりまして、本当ね結構楽しいんですよいや、忘れている部分もあったりとか、結構ビル様のねマインドが私すごい好きで、あ、はい、お迎えは、リドルの、スイスイウェアとなっております。もう本当におへそが出てるのいや、スイスイはみんなどのカードも可愛い、すごく好き。はい、ということで、5章のどこまでだっけ、あ、ここまでですね。はい、46話のリズミックからです。直前プラクティスプラクティスってなんていう意味かちょっとわからないですけれども、とりあえずリズミックをやっていこうかなと思います。結構2週間後ということはもう迫ってきてるんじゃないですかね。はい、ポムフィオーレのボールルームでまた練習してますね。いやー、もう2週間経ったらそりゃね、いや上達もしていると思います。ボーカル&ダンスチャンピオンシップも1週間、はい、1週間を切ったぐらいですね。いやー迫ってますね。本番の衣装を着ての、学年の制服なんすか。うん、そうとも、あ、そうですね。あ、確かに確かに、さっきっていうか前回までは運動着でしたもんね。フレッシュ、制服はベストの、確かにフレッシュさを感じますね。ストレッチを効かせた特別性よ、はい、あ、特別、そうなんだ。あー、じゃあちょっと伸びがいいんですね、これね。うん、学園長はそういう男なのよね。そうですよね、まあ、NRC トライブが優勝してくれさえすればもう確かに宣伝にもなるしっていうね。いや、そんなこと、っていうかね、制服で衣装ちゃんと用意してくれたっていう割にはスカラビアコンビはちゃんと着崩してるやつですね着崩してるタイプでちゃんと調達してくれたの、学園長さすがですね。ねえ、カリムクは一番これがね似合ってるからね。はい、ということで、リズミックがまた始まりますね。多分ね、紫ノーツだと、私の苦手な紫ノーツかなと思うんですけれども、歌唱があるのかな次は。あ、でも2週間経ったから、ほら、バレー組がちゃんと前に出てきております。よかったね2人とも。あ、はい、あ、これは歌唱ありバージョンですよね。あー、よかったですこの前はね、もうほんと虚無の時間でしたから、リズミック頑張ろう。うん、ちょっとただね、紫ノーツが私ほら苦手ちょっと苦手なんですよ私、この紫ノーツがね。なので、まあ、フルコンボはもうさフルコンボはもうすでに立たれたんですけれども、なんとか頑張りたいかなと思っておりますが、いや、もうでもね、ほんとみんなも見たいのよね。うん、リズミックもしたいし、みんなも見たいしね。え、デュクも頑張ってるし、ねえ、ペペも頑張ってるグダグダリズミックちょっと無言でやってみようかな。いけるんじゃない？ほら、ほらほらほら、無言だったらいけるじゃん全然喋るとこうなのよいや、ほらね、やっぱ無言ってね、無言って言いつつも喋っちゃうからさ、私はさあ、そんな中、終わっちゃった終わっちゃいました。あらー、ちょっと待って、SS まで行かなかったんじゃないか。A ですS にまでも到達してる。もうごめんね、ジャミルバイパーク。はい、ということで、次47話の、解消イレギュラーを見ていこうかなと思います。解消な、何を解消するんだろう、ちょっと気になりますね。はい、イレギュラーを解消するって、イレギュラーってなんだろうなっていうね感じなんですが、あ、どうですか学園長。素晴らしい。ねえ、だって2週間頑張ったからさ俺ら。まあ、Y 監督生は何もしてないんだけどやはりプロデュースマネージャーを頑張ったんだけれども、正解でした。いや、本当になんて言ったって、ビル、天下のビルシェンハイトだからさ。
高い歌唱力で表現されるメッセージ性ね、もっとオリジナルだからさ、歌詞も本当にそう、ビルシェンハイトは一流だからさ、本当に天下のビルシェンハイトだよな。は世界的に、うん、はい、あ、家なんでしょうか。うん、あ、確かにそう言いたいよね。ねえ、さすがナイトレーブンカレッジ生だぜっつってね。がどんな曲をチョイスしているのかは当日まで伏せられます。あ、そっか、あ、だからロイヤルソードアカデミーの曲もまだ分かんないっていうことか。うん、確かに本当ね、優勝狙えましたよ。まさかあんな結果になるなんて、ね、思わなかったけど。ロイヤルソードアカデミー、世界中に学園長はそれのその一心なのよね、はい、あー、でもみんなちゃんと、あー、笑顔。いやー、これも結束力も高まってますね。うん、あー、ちょっと待って、え、こしょこしょ話してるの、かわいい、ちょっとハッピースカラビアじゃないの。うん、いや、もうジャミルバイパクは全てを分かっている。はい、あ、何でしょうか。はい、お、あ、VDC のチケット、ありがとうございます。関係者席チケット、VDC の観客Y監督生をもらえるよね。大人気のプレミアチケット、はい、開催校の特典で、あ、そうなんだ。関係者席をわずかばかり、はい、ありがとうございます。いや、嬉しいです、ありがとうございます。あ、そうか、これで誰に渡すんだっけかな。うん、ありがとう。うちの父ちゃんと母ちゃんは、ね、地元の映画館を何件か貸し切ったって、うんうん、あ、そうなんだ、すげー、貸し切ったの。生中継を一緒に見るんだとさ、うん、うわパブリックビューイングってやつ。うん、妹にでもやるか。うわー、なじまちゃんにやるの、もう仲よピッピなんだから。いや、そんなことは、最高のパフォーマンス見せてやろうぜ。私はこの辺で、うん、ありがとうございます。あ、プレミアムチケット本当にありがとうございます。Y 監督生、誰にあげようかしら。え、どれぐらいもらえるのかしら。1枚だけかな。はい、はい、わかりました。はい、ミュージックスタート。確かにね、もう結束力がすごいえぐいですよね。本当に本番が楽しみでね。え、もうでもビル様のちょっとオバブロがちょっと気になるところではありますが、そろそろオバブロするんじゃないかな、ビル様ね。エゴサーチはしないでね。あ、かわいい、ちょっと、え、ぐっすりグリタンじゃないですか、かわいい。はい、今日ね、まあ終わったんですけれども、みき、おーっと、な、これはもしかしてマレ様じゃない。え、マレウスドラクオニア君じゃない。ねえ、あれ、庭にいるのはもしかして、あの崇高なる光はもしかして、え、マレウスドラクオニア君じゃないかしらって言ったら終わった。はい、これ絶対にマレウスドラクオニア君です。あ、これもしかしてあれか、 VDC のこと話すやつかな。はい、48話のなんて読むんだろう。もう本当に学がなくてさ、新サラビジターを見ていこうかなと思います。あ、ほら、マレウスドラクオニア君じゃないですか、久しいね。こんばんは、角太郎。本当にもうこんなね、寒い夜に会えるなんて嬉しいです。久しぶりだな。あー、まだ人の子って言ってる。もうちょっと待つって呼んでよ。もう待つって呼んでよ、私のことも待つだよ。 Y 監督生じゃなく待つだよ。はい、でもとりあえず会えてよかったです。今日はお主に、うん、猿を方からのホリデーカードを届けてまいった。あれでしょ、 MD って書いてるやつ。MD って書いてたあれでしょ、わかるわかる。はい、そう、あなたのねえ、ホリデーカードをね、あなたの MD のイニシャルだったんだよね。そういえばエリアにカードを預けたんだった、うん、あ、じゃあむっつけないで、ちょっと誰かわかんなかったから。お前は僕のことをよく、うん、そうなんです、ごめんなさい。ちょっとね、返事をね、書こうと思ってたんですけれども、 MD って誰かなっつって、うん、あ、そうそう、え、実はあのカードのお礼によかったら、お友達とあのこれあの何枚かあるんで、あの差し上げますんで、うん、今度の文化祭で、そう、このさっきもらったんです、学園長から、まあ、プレミアムチケットって言ってたから、ぜひ、あ、そうなんです、マレウスドラクオニア君が大好きな、招待しようかなと思ってて、喜んでくれる、どう。あ、笑ってる。いや、めちゃくちゃ楽しんでるじゃん、喜んでるじゃないですか、この招待。あ、ありがとうございます。そう、招待といえばもうね、飛びついちゃうよね、マレウスドラクオニア君。
あ、そう、私マネージャーなんで。お前はあ、残念がってくれるの。ちょっと待って、本当にガチ恋させにかかるんだから、マーレースドラコーニア君って。あ、そうなんです、すごい宴感出るから、ぜひ。そうなんです、もうジャミルバイパー君も出るから、ぜひぜひ見に来てくださいませ。ありがとうございます。よかった。ていうかこのでプレミア、あー、ちょっと待って、おやすみ。いや名前言ってくれてるじゃないのちゃんと名前覚えてるじゃないの。なんで最初人のこと言ったのね、マレストラコニャ君、ちゃんと待つって言ってよ。もういけずなんだからもう最高でした。もうマレスラコニアって本当にこうやって恋愛シミュレーションゲームさせたがるんですよね。もうガチ恋するんだからマレス様あ、そんなこんなでディズニーテイストですいや本当めちゃくちゃ良かった。このシーンめちゃくちゃ良かった。もう本当何回も見ているかよ、このシーンだけねいや、 やっぱね、マーレストラコーニア君の破壊力ってえぐいですよね。はい、ということでディズニーテイストで、このね、女王が、この魔女、になってリンゴ、毒リンゴをね作るっていう、感じだ。はい、恋人のキスで、この呪いは解けるんだけれども、心配いらないと、生きたまま、怖いですね、生きたまま埋めようとしている怖いですディズニーってなんだかんだで怖いですよね。そうと要所要所がね。はい、いやでも私今マレウスドラコニア君への愛で恋心でいっぱいだなはい、ディズニーテイストが終わりました。もう当日になってるのかな、どうなんでしょうか。目覚めまして、はい、自分の部屋、グリタいるかな、それとも誰かがモーニングコールを。はい、文化祭の当日です。はいねえ、なんだか嫌な予感がする夢で、すごいなんかまあ本当に現実になるんじゃないかなって。 おっとグリム君、あーはー、ペペがモーニングコールしに来てくれたの。おはよう。ねえ、本当名残惜しい。もう合宿がこれで最後かと思うとすごい寂しい私ね。え、優勝も狙ってほしいけれども、うん、絶対優勝してみせるよ、うん、本当にね、もう頑張ってきたからね。今日で合宿が最後だと思うと、本当ねえ、私もすごい寂しい。1ヶ月一緒に過ごせたこと本当にもうね、一生の宝物ですなあ、そんなことないです。もうなんなら一生きてね、ここにいてくれたっていいんだけれども、私的にはみんなが監督戦あー、スカラビア君おはよう。よく眠れなかった。もう今日が最後かなって思うとすごく寂しくて、まあ確かにワクワクもするけれども、あーそうなんだじゃあミルバイパークに怒られちゃったの。もう1ヶ月一緒の部屋でよかったね、ジャミルバイパーク。あー、ルクハンありがとう、本当にね、1ヶ月ありがとう。談話室に集まって、あ、そうなんだ。え、談話室に、え、なんだろう、告白かなそれもやぶさかでねえぞっていう感じもするけれども、はい、おはよう、名残惜しいです。あー、マブ&マブ、名残惜しいです。本日午後3時、はい、みんな揃ったかな。コロシアムに設置された、はい、あ、午後3時、はい、パープルステージで、ボーカル&ダンスチャンピオンシップが幕を開ける、うん、うわ、いよいよですね。もう1ヶ月間頑張ったからね、みんなね、はい、生中継される。うわ、本当にね、本当にこれが見せつける時、うん、覚悟ねえ、すごい結果になるんだよね。はい、すごい、やる気は満々。あー、もう自信がみなぎってる。もうだって頑張ったもんね。はい、12時からスタート。はい、わかりました。ということはマネージャーはどうしたらいいのかな。ねえ、本当にね、グリタンもね、本当は踊りたかったよね。グリムとマネージャーが役に立たないって言われちゃった、ごめんなさい。そうだよね、ミュージックスタートすることしかできないからね。でも見てきたらご必要なんですけど、会場に入る時につけてちょうだい。わかりました。12時からのリハの時間には、はい、わかりました。自由時間です ねどうしよう。でもちょっとジャミルバイパー君と離れたくないな私もそうだね、マブと離れたくないな。私の話聞いてたそうだよね、最終調整するって言ってたもんね。遊ぶのは2日目になさい、はい、うんうん、今は VDC のステージに集中して、2日間あるんですね。さ、はい、最終確認始める。頑張ってね、めっちゃ応援してるからね。あ、ここで終わりかな。あ、はい、終わりました。では次の話に進む、もうちょっとつつ、進めて、ちょっとろれつ回ってないね進めていこうかなと思います。出発
発フェスティバルですって。あ、なんだかんだで50話だからあと25話ぐらいか。え、3分の何話で、ちょっと額がないからわかんないけど、結構あの半分以上進んでる感じですね。ご賞、あら、あっという間ですね。早いですね。はい、うん、知ってね、本当にね、どうする、マネージャーとしてさ、なんか舞台見にね、見ておきたい気もするんだけども、どうするグリタン。うん、いやだって、みんな頑張ってるから、ちょっとパープルステージ行こうぜ。あ、たこ焼きは食べたいけど。はいはい、もう食べたいけどね。いや、私も食べたいけどね。でもちょっとみんなのほら、ステージ気になっちゃうからさ。はい。あ、パープルステージこちらですね。わー、すごいきらびやか。あー、ラギタン。そっかそっか、これ、ラギタンたちが、あ、サバナクローで、準備してくれてたんだっけか。あーね、ジャックハール君もありがとう。ということは、おじたんもいるのかな。おじたんはどこかな。私、おじたん消耗してます。おじたん、ちゃんと運動着、おじたんじゃないですか。ありがとう。もう消耗してました私。あ、はい、いろんな、サバナクロー以外にもいますね。はい、おーい、みんな。うわ、子猫ちゃんたちだって。いや、ちょっともうそうやって恋愛シミュレーションゲーム、もうラギタンもしたがるの。ちょっと、もう一回言ってくださる。子猫ちゃんでさ、そう、そうなんです、ビル様にちょっと邪魔だって追い出されちゃって、だからおじたん一緒に回ろう。で、店回ろう。運営や整備周りは文化系の部活を担当したから、うん、はい、あ、なるほどね、はいはい、運動部で雑用をしつけ、うん、あー、なるほど、今度は逆転の立場ということですね。パープルステージの設営を担当して、はい、あ、そっかそっか、サバナクローで回ってるんじゃなくって、陸上部とマジフト部でここを担当してるんだ。文化祭はあくまで学校行事、そうだね、あ、そっかそっか、だから生徒が、あ、こういう風に設営とかまでしなきゃいけないっていうことか。あー、なるほどね。なあ、素晴らしいです。いや、ほんと、あー、おわー、ハーツ組が来ました。ありがとうございます。トレイパイセンとリドルですね。はい、予定通り進んでます。はい、お疲れ様です。もうそうやってもうニヤつくんだから、もうそんな埃りまみれとかもう言わないで、もう皮肉なんだから。優しい、トレパイありがとう。温かいの、寒いしね。確かに、あ、そうなんだ、尻尾温めてあげたい。ラギタンの尻尾を温めてあげたい。その可愛らしい尻尾。はい、進捗状況はいかがですか。報告するほどの遅れもねえよ。あ、そうなんだ、さすがおじたんの指揮ですね。うん、はい、照明のテストをしたら、あー、よかった。はい、世界が注目する、うんうん、確かにもうパープルステージ一番のね、あの目玉ですからね。はい、そうですね、そう、チェック大事。まあ、あの、あんなことになるんですけれどもね。世界中から金づる、うん、はい、金づる。もうね、口がもう言っちゃってるのよ、金づるって言っちゃってるのよね。トラブルを起きないようにし、はい、そうですね、トラブルが、はい、起きね、まあ、トラブルは起きるんですけれどもね。でもね、はい、うん、なんとか滞りなく進んでいるみたいで、うん、よかったです。はい、ありがとうございます。うん、3つの特設ステージ、あ、はい、パープルステージの他にもいろいろ見て回った感じかな。はい、展示ブースや控え室と見回り、あ、そうなんだ、あ、まだ、あ、もう少ししたらなのかな。はい、いや、ほんとね、リドルは委員長が合いすぎるのよね。あ、はい、そうしたら一緒に行きたいんですけど、本当に、あ、こういう感じだったっけ、こういうイベントが繰り広げられる、あ、もう本当に一緒したいで、ご一緒したいです。ありがとう、リドル、もう私もそうね、そうしたいと思ってたんだ。ありがとう、ジャックハール君、設営頑張ってね、応援してるからね。うん、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、じゃあジャックハール君も一緒に見れるってこと、嬉しい。あ、わかりました、マブ&マムに言っとくね、あとエペルにも言っとくね。うん、はい、ということで、いやー、楽しかったです。いや、ここちょっとうろ覚えでしたけど、めちゃくちゃ楽しかったですね、ここね。はい、ということで、次51話の巡回ブース、を見ていこうかなと思います。ここまで見ていこうかな、今日とりあえず。
はい、ということで、コロシアム、まで、あ、というかさっきのさっきコロシアムでしたよね。コロシアムの外に来たという感じなのかな。はい、あ、そうですよね。4年生、そう、4年生の存在も気になりますよね。いずれ出てくるのか。はい、そう、そうなんですよ。そう、4年生気になりますよね。うん、なんか絶対イケメンの4年生いると思うんだ私。4年生の魔法師養成学校なら、うん、はい、ほとんどの場合、そう、そうなの。それ7章でも言ってたけれども、すごい悲しい。もう今の3年生がさ、そういうなんか研修に行くね、行き先を考えててすごく悲しかった私。実習って、そう、実習ってね、いろいろするの、いろんなところでいろいろなことするの。特殊チームでの実習を希望する人もいるし、あ、特殊チームでの実習、はいはい、あ、古文書の解読、あ、これやるね、確か、あ、ルクハンがこれだったかな。はい、魔法関連企業のインターン。いや、本当にいろんな実習先があるんですね。そういえば、はい、そうなんです。ジャパンから来たからちょっとよくわからなくって、そう、そうなの。教えて、トレイパイセン。消防や警察組織には、うん、消防や警察組織には、ああ、そうなんだ。あ、なんかこれ覚えてないですね。はい、一時は優秀なマジカルフォース。マジカルフォースってめちゃくちゃかっこいい。私もマジカルフォースって言いたい。うん、大魔法師になれば。そうですね。それでリュウ君はマジカルフォースになりたいって言ってたの。警察官になりたいって言ってましたもんね。多様性の時代だからね。はい、努力、確かに多様性の時代ですからね。もしかしたらなれるかもし、そうね、なれるかもしれないね。いろんな職業があるんですね。現代の魔法使いは、うん、ほうきで空を飛べるだけじゃダメだと。そっか、確かにね、いろんな職業もあって、いろんなね、ニーズがありますからね。しっかり勉学に励むことだね。はい、ありがとうございます。でも倍感特性魔法使えないしな。普通に就職かサラリーマンかな。その意味は、はい、いや、ありがとう、リドル説明してくれて。1年生のうちは、うん、そうだよ、3年生はそうだよね。トレイパイセンもね、やっぱ考えちゃうよね。うん、あ、そうなんだ。じゃあちょっとトレイパイセン教えてくれます。案内してくれるのかな。あ、はい、観葉植物カフェ、見て、見たいです。案内して、トレイパイセン。うん、はい。もうそうだよね、グリタは食い物があれば行きたくなっちゃうよね。はい、植物園まで来ました。温室に、そうなんだ。めちゃくちゃいいじゃないですか。先輩、あー、サイエンス部 A、 あ、サイエンス部員 B。 はい、お疲れ様。白衣だね。あ、そんなことない。うん、あ、そうな、もうやってるじゃん、手伝ってるじゃん。もうしかも一番働いてるじゃん、トレイパイセン。うん、歌読んでるだけ。確かにあいつは、いや、そうだね、確かにね。いや、でもほら、あのトライブやってるからさ、ルクハンは。あ、そう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 、応援してやってくれ、本当にね。そっち忙しいからさ、サイエンス、優しいサイエンス部って。なぜと思ったけれど、確かにね、ちょっと結びつかないですよね。うんうん、なあ、そっか、誰の発案なんだろう。トレイパイセンか。でもやっぱりカフェしたいっていうのはトレイパイセンの案な気がしますね。うん、はいはい、確かに。いや、そっか、季節的にも一番ですね。うん、はい、あー、確かに一番考えてる。うん、はい、あ、そう、サイエンス部が、すごくいいと思うよ、植物園でするの。希少な観葉植物を見ながら休憩をしても、ね、はい、うんうん、そうですよね。これらっていうことですよね。はい、料理は実験の一環と、うんうん、料理は科学。これは立派な研究発表だ。なるほどね。あと、うん、給仕の時には白衣を。なるほど。十分サイエンス部っぽい。ビーランだな。いや、でもどのメニューも美味しそうです。もうトレイパイセンが作るメニューならどのメニューも美味しそうです。10時半を回ってしまう。うん、あ、そうなんだ。あ、11時で、あ、もうすぐ11時になっちゃうから、そうですね、もう次の、はい、そうですよね、はい、次の、エリアに行ってみましょう。いやー、すごい楽しい。次は教室ですね。どこの、部活なんでしょう。ガーゴイル研究会だ。ガーゴイル、マレ様のとこだ。いや、ちゃんと研究発表してるじゃないの。あー、すごい。自分で買ったのかな、これ。作ったのかな、それとも。この研究会は、うん、すごい。ディアソムニアの、うん、
マレ様どこにいるんだろう。いないのかな。どうやら本人。そうなんだ。どこ行っちゃったんだろう。もしかしてもうパープルステージに行っちゃったのかな。うん、そうなんです。まあ、ちょっとルーズっていうか、まあ、そういう、まあ、仕方ないの。あの子はもうよし何言ってね。うん、そうですね。私もちょっとガーゴイル研究会ちょっと一緒にね、マレウスドラッグオニア君とガーゴイル見てえなって思ってるから。確かにそうだね。ガーゴイル研究会のね部員がマレウスドラコーニア君だって知ったら、もしかして何もいたずらできないかもしれないですね。いや、次のブースですか。早い。いないから、終わっちゃった、終わっちゃった。はい、とても楽しかった。本当に文化祭回ってるみたいで楽しいですね。とりあえず、今日ここまでにしまして、また、時間がある時に、続きの方を見ていこうかなと思いますので、皆様もお時間が空いた時にでも、ご覧いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウポマツです。